お疲れ様でーす。はい、5月29日、第2回、電動ゼロ大会開催でーす。本日は、この狭い店に33名の参加者、はい、ご参加ありがとうございます。はい、煮詰まってます。え、前回何人だった？前回で16とか7とか倍だ、倍だ、逆倍だ。うわはい、ということで、じゃあまず、主催のヒドロさんから一言お願いします。はいはい、今日は第2回電動ゼロ大会お集まりいただきありがとうございます。思ったより好評ですごく驚いてるんですけど、皆さんのいろんな出来が見れると思うと楽しみなので、ぜひ皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。はい、拍手。そして、みんなが持ってきた変なデッキを撮影するのを楽しみにしているマッチーさん、はい、一言お願いします。一つ言いたいことがあります。はい、今日プレミアム電動とか使いますね。おお、よく相手の効果を読みましょう。おお、はい、知らないカード出てくるから多分。あ、そっか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 。お互い誤解のないように、はい、ゆっくりやっていきましょうね。はい、はい、で、今回参加者が33名、32名だとちょうどキリがいいんですけど、ちょっと一枠余ってるんで、ゼロ回戦ということで、不幸な人が一組か、います、二人だけ。発表します。マッチーとヒドロです。はい。はい。君たち二人がまず最初に対戦して、はい、負けた方は撮影、はい、運営に回ってください。はい。そうなります。はい、皆さんは普通に一回戦から戦いますので、はい。はい、そして、今回もあれ、デッキを批評したりするやつはやるの？一応、なんか、評価、投票、批評はよくない。人数が多いんで、できるかな。でも人数多いからさ、じゃあ、ね、1回戦、何回戦勝ち残ったデッキとかさ、そうしますか。それだったら絞れるけど。じゃあ、1戦目勝ち残ったデッキで16人になりますんで。ね、うおー、分かった。じゃあ、それでお願いします。はい、じゃあ、皆さん、マッチーの目に留まって動画に乗れるように、皆さん頑張ってください。はい、じゃあ早速組み合わせやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いらっしゃってます。皆さんに一言ずつ。はい、サバ、なんか一言。はい、次。はいはい。うわ、なんか怖いのいる。なんか言え。何も喋れないのか。そうか。はいはい。あ、昴生さんじゃないですか。一応有名 YouTuber の。はい、自信のほどは。自信めちゃめちゃあります。やったこいつ。あ、なんかすごい筋肉が。ソフトバンクホークス、カープに勝ちました。あ、負けたよ。野球ね。はいはいはい。負けたもん。取られたくない。いいの。はい、こんにちは。電動ゼロ出てくれるの。はい。絶対勝ちます。お、頑張ってください。よし、頑張ってください。うん、なんか変なプレモ見してる。わあ。静岡から来ました。お、静岡から。わざわざこのために。そう、このためだけで来ました。ありがとうございます。なんか。せめてその16以内に残ってデッキだけ公開して書いてあ、そうだね。はい、じゃあぜひアピールしてってください。はい、そして、この辺は小学生も出てくれる。この2人はでもね、普段から強いからな。頑張れよ。はい、デッドダム、アヒドロの後輩。よし。そしてこの辺は、お、アグル久しぶり。どうも久しぶりです。はい、なんか一言言う。まあせめて1回戦は勝ったりする。ああ、そうだね、みんなね。はい、じゃあなんか言うか。え、頑張ります。よし、頑張れ。よし。そんな感じ。はい、見てきたようですよ、1回戦。はい、じゃあ、まだ準備中っぽいけど。あ、そうですか。じゃあ、まあ、ここから準備終わったら。はいよ。竹山さん、じゃあ感想、抱負を。そうですね、前回準優勝だったんで。前回準優勝だったの？嘘だ。どんな技だった？嘘だ。各種ブーイングが。だからまあ。どんな手を使ったんですか？え、ちょっとね。賄賂ですか？ちょっとね、どんな卑怯な技を使ったんですか？ちょっとね、まあ実力ってもんでね。いいですか？いいですか？1回戦やりましょう。はい、じゃあ皆さん頑張ってください。じゃあ行きます。じゃあよかったら皆さんも一緒にお願いします。行きます。じゃあ電動ゼロ大会第1回戦、行くぞ。ではスタート。はい、1回戦の様子です。竹山さんは何をしようとしてるのか。お、これはクソデッキ、クソデッキ、すごいスリーブが。そしてこちらは、はい、お、自信めちゃめちゃありますの昴生さん。そしてこちらが、負けてほしいな、昴生。一回戦で負けてほしいよな。めちゃめちゃあります。竹山さんも一回戦で負けてほしい。竹山さんがね、勝つんだよな。じゃあ、ありがとうございます。不正で。不正でとか言ってる。ひどい。チュンスリーブを使ってる。いいね。終了です。マシさんの。アタックします。
なんかマッチがギャラリーしょってやってるんだけど。で、じゃあここで、とりあえず離れた時の GR 紹介なんで。はい。フルスマッシュのスイーブ対決となっております。ちょっと今デッキが40枚かと。そして、後ろから観察する竹山選手。お危ねえ、リュートだ、小さい方のリュートだ。今回リュート2人いたんでね、大きい方と小さい方が2人いたんで。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、どうですか状況は。まあ今、もうすぐベスト8が決まるところ。はい、よしよしよし、はいよ。あ、みんなやってますね。はい、負けた人で。負けた人。楽しそうだな。これでもこんだけ好評だとまた2ヶ月ペース で、ね、ちょっと嬉しいですね。今度は7月。そうですね、第3回は7月にまた開催しましょうか。リスナーク使って負けました。はいはいはい、なんだこれ。カルサンで金で出します。変なやつ。はい、お疲れ様です。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。ベスト0大会中間報告、ベスト8が揃ったんで、ご報告します。皆さん勝ち抜きお疲れ様です。よくぞ生き残った8人の精鋭たちを。はい、1,2,3,4,5,6,7,8人ですね。なんと小学生が2人、すごい。しかも兄弟で、ですね、普通のデッキなんだよね。電動ゼロ対応じゃないよね。電動入れてない。そもそもなんだっけ、魂道、魂道誰も目立ってないから、そのまま買ってきたっていう。いろいろあるかもしれないですよ。はい、いいですよ。電動を超えてください。通常デッキで。はい、じゃあこの8人で、決勝は準々決勝か。はい、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。やってるやってる。矢切りしたのに。矢切りしたらコントロールするんだ、お前は。おかしいっすよね、絶対。絶対やってるのか。やってるやってる。審議だし。見たな、見たな、ヤギリしたな。ヤギリみんな見たな。ヤギリしかコントロールしてからね。うわぁ、ヤギリはコントロールした。ヤギリコントロールするわ。すごいわ。やってますね。ヤギリしたね、またシャクル。あ、そう。あ、もう横入れまで計算通りだね。うわぁ、終わった。確率計算するは世界一じゃん。あいつはこの位置で横切りするから、この辺にキラスターセットとこいつ。そう、確率は何パーセント。まあ、誤差だけで上から書き続けるがいい。やば。はい、ということでした。え、ベスト4進出は、はい、俺は。あー、これは竹は純潔。純潔。ただ近くでビンチできるじゃん。次決勝します。はいはい、近くでビンチできる。頑張ってください。イエーイ。こちら。やばいの見た。これ純潔ね。純潔ね。勝った方が決勝進出。あれ、俺は？あ、そうか。これまだ。まだいる。まだもう一つあるの。準々決勝。始めたいと思います。っていうか、生き残ったお二人紹介していきたいと思います。今更紹介するまでもない。はい、竹馬。はい、はい、一言。勝ちたい。前回負けちゃったから。ああ、そうですか。はい、はい、そして、ハトさん。初めての電動ゼロパワーで勝ちます。おい、そんな、この筋肉の塊が見えないのか。ロシア人。やべ、オリバーだ。ビスケットオリバー。ビスケットオリバーだから。姿勢がないビスケットオリバーだ。姿勢がないよ、ビスケットオリバー。はい。ミスターアンチェインだった。勝てるビジョンが見えない。おお、くしくもこれは。同じ可愛いね。クソデッキとガチデッキじゃないですか。すごい。俺クソなの？まあまあ、人間が人間が。人間性が。はい。じゃあよろしくお願いします。勝者決まった。誰？はい。皆さん、審判の方々大丈夫ですか？姿勢は。うわぁ。ちゃうやろ。ちゃうやろ。やられた。はい、1枚ずれてれば勝ってた。残念ながら M4 2枚だ。残念ながら必要なかった。じゃあ実力ということで。あ、3巻固めすぎ。これ M4 2枚。はい、じゃあ竹山さん優勝おめでとうございます。はい、じゃあ商品授与式に入りたいと思います。戦い終わりまして、皆さんがデッキをね、今ツイッターに上げてるところです。はい、こちらのデッキも皆さんどんどん上げてる。はいはい、皆さんデッキの写真あげたかな。はい、デッキの写真あげてる、あげてるね。
はい、そして、ヒドロのところにみんなのデッキが載ってると思うので、いいと思うデッキにみんな、いいねボタンをどんどん押していきましょう。はい。いいなと思うやつに押していってあげてください。はい。それで、一番多いのに、デッキ賞が、となります。はい、皆さん。自分めんどくさいから、しょうがないや。はい、では大会皆さんお疲れ様でした。はい、主催のヒドロ君本当にありがとうございます。はい、で、表彰お願いします。はい、3位、はい、まず3位から。はい、大輝くんです。誰？おお、大輝。はい。うわあ。もう根性1ミリもないビビり男と言われてる大輝くんですが、3位、おめでとうございます。先に表彰だけしちゃいます。表彰、はい。2位で、はい、ハタさん。ハタさん、ハタさんちょっと今いないので、代わりにマッチーが、マッチー、はい、ハタ。まあ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 、まあ似たようなもんだ。うん。頑張った、頑張った、2位だった。頑張った、頑張った。うん、で、今回優勝ですね。滝川さんです。うおーうわあんだけね言われるがね。強すぎますね。何言って優勝商品ですね。はいはいはい。さんから、これご提供いただきました。誰から？誰から？え、ショー？ショー？何提供してんの？ありがとうございます。はい。すげえ。サイン入り。優勝商品。おお。竹山が持つと小さく見えるね。しかも3位入ってるから。3位誰の？イラストレーターの。マジかよ、やば。こんなにもらってる。かっこいい。竹ちゃん転売。まだあります。まだあります。で、竹山さんからですかね。今ここに100円オリバー、1480円よりば3900円よりばあります。ちなみにこれ値段全く関係ないそうです。大きいつづらと小さいつづら選んでください。よく割りてえな。これから強欲沢さんから提供いただきました。タケちゃんいやらしい人間だからな。タケちゃんはな、3900円とかつまんない男だから真ん中で食べてもらえ。つまんねえ男だ。開けんのこれは。あと全員渡してから。はいはいはい。はい、ただの分でね、うん、俺のとこ来ないでしょ、これでいいよ。じゃあ、あまり物のこれは。はいはいはい。あまり物に。じゃあ、3位から。じゃあ、どうします？どんな感じですか？どういう順がいい？一応全部中身俺知ってんだけど。何でもいいよ、何でもいい、3位から行けよ。3900円。はいよ、3900円のオリパー。マジ？マジックだ。ハッピー？誰？ハズレポンの好きだってことね。はい。そして、ハタさんが今いなくなっちゃったんで、じゃあ筋肉お願いします。筋肉、はい。パワー、はい。パワー、超えられるか。おあります。さすが竹山さん、全部持ってったね。じゃあちょっとなんかやってるか。じゃあまあいいよいいよ。じゃあヒドロ開けちゃって、ハタの代わりに。これが中当たりです。ハタの代わりの、そしてマッチーの代わり。おお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 はい、はい、じゃあ2、3終わりました。で、一応これで全部かな。はい、そうですね。はい、表彰としてはこちらになります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそういうことで、これも本当大人気、皆さんね、たくさんご参加ありがとうございますということで、2ヶ月後またやるということでいいですか。はい、はい、デッキ賞どうします。デッキ賞、じゃあそろそろ見ようか。あ、じゃあその前にうちの店から、景品出したいと思います。はい、うちの店から僕が勝手に選んだ、一人の選手に、じゃーん、でれれれれ。はい、今日運営、お疲れ様です、ヒドロさん。はい。はい、いやもうヒドロがね、いろいろ企画してくれたおかげで、これだけ盛り上がったんで、はい、ヒドロさんに。ガチデッキとクソデッキ。はい。プルスマシさんのね、スリーブ。はい、ぜひ使ってください。いただきます。はい、ヒドロさん、ありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。ヒドロのツイッターもみんなフォローしてね。そう。うん。はい。はい、ということで、じゃあ、現時点での、デッキ、ツイートに対して、いいねボタンが多い数ですか？そうですね。はい。行きましょう。じゃあ、ヒドロさん見てってください。はい、はい、はい、はい。OK、出揃ってますね。はい。で、
どうするだけデッキも一番いいね来てたら嬉しいですね嬉しいですねこれっすよこれっすよなんで捕まんの俺これですよなんでいいよって捕まっちゃうのこうなりますよあずっと大輝が言ってたもんねこれは犯罪だって一応確認ですよはいおなんか揉めてる審議審議審議同率がはいいます同率がいるいいね数が10です十、はたさんと、うん、いちさんです。おお、すげえ。はい、どうしよう。もう一回リロードし、もう一回消して見て。リロードしてみます。一人でも増えてたらもうサドンデスなんで。サドンデス。え？今いる？もう一回やる？また消すの？いやいや消さない消さない消さないもう一回見てみるっていう。だって実はみんなまだ入れてない人は押せるぜ。逆に入れてない人は今。俺も十なかった。おおおショウも入ってんの？え何だ出てきちゃったな。なんで俺来ないの？あれミラワールド。タケはタケは。なんで来ない？タケはいいね5しか来ない。はい。そうですね。今2の2の折り返しだから。はいはい。どうしましょう。まだ全部全員10なの全員10ですね。はいはいはい。じゃあまだ投票してない人がいるってことだな。どうしようかな。はい、じゃあ、大岡さばき。はい、どういうことになりましたか。はい。今、一番多かったのが翔さん。おーさすが翔うん。で、畑さんといちさんが。うんうん。ビジネス10。うんうん。ということで、同率だったんですけど、今、実は翔さんが、前回もらってると。うん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 。前回もね。もらっていらないよ。2つあるんですよ。照れるなよ。うん。2つあるんですよ。はい。で、片方が、少し量が多い方。うん。片方が少し少ない方なんですけど、うん。こっちを、翔さんに。はい。で、もう一つなんですけど、うん、まあ、畑さん準優勝してる。ああ、まあね、まあね、まあね。さんの方に。うん、分かった、いいよいいよ、そうしましょう。思います。はいよ。はい、ということで。ありがとうございます。じゃあ、まあ、とりあえず、じゃあ、翔さん。はい、じゃあ、デッキ翔。デッキ翔、はい、翔。はい、そして、こちら、前回も同じですよね、ビシュヌさんから、あ、はいはいはい、いただきましたので、じゃあこちらを。はい、おめでとうございます。じゃあ開けてみてください。はいよ。開け開け開け。お、同時かい？こっちからこっちからこっちから。まいちさんは。おお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 ちょ、間違えたかもしれない。間違えたかもしれない。オールデリートだよ。ちょ、間違えたかもしれない。反対見るわ。ごめん、ごめん、ごめん、今、記憶消して、記憶消して。なんだろう。これ、間違えたかもしれない。間違えたかもしれない。いいよ、開けろ、開けろ、ほら。おいおいおいありがとうございます。ありがとうございます。そして、こっちは。はい。おあっめっちゃいいじゃん。うわー、強い。派手。前回が攻撃のセットだったので、今回がエターナルセット。なるほどね。やばい。すげー。よかったね。ありがとうございます。はい、よかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、無事、電動ゼロ終了ということで、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ヒドロさんお疲れ様です。じゃあもう絶対に第3回もやってもらわないとな。はい。次66だね。バイバイで。だいたい7月のね、半ばぐらいにね、祭日があったでしょ。18日ですね。うん。18。はい。月曜日祝日。月曜日祝日だから、ぜひそういう時の方がみんな来れやすいよね。うん。いやいやまだまだ詳しくはヒドロのチャンネルの動画をっていうふうにそうしようみんな詳しくはそちらでよろしくね放課後 DM 部さんの方のチャンネルで発表するもしくはヒドロのツイッターでじゃあそうしよううんそうしようそうさせていただきますはい皆さんありがとうございましたはいありがとうございましたはいありがとうございますはいヒドロお疲れありがとうございます